日本スペースガード協会の秘密を探るべく調査員は10月20日東京千代田区三和田学園講堂において開かれた日本スペースガード協会の設立総会に潜入した。果たしてどんな活動を目的とした協会なのか、そこで話されていることとは。危険な小学生をここ何年かの間で、全てその見つけ出しておきたいと。で、軌道を驚くべきことに、その実態は地球に接近する危険な物体を調査するためのネットワークを作り上げるために設立されたのだ。さらに日本だけでなく、今年3月同じ目的でイタリアのローマにシューメーカー博士をはじめ各国天文学の世界権威が集結し調査を行っている国際スペースガード財団も設立されていた。日本スペースガード協会会長は文部省に属する国立天文台の磯部助教授。磯部助教授によると、直径10キロを超える小惑星の 90% は発見確認されている。しかしそれより小さなものはほとんど発見されていないという。サイズが小さいものはですね、たくさんありまして、非常に小さいものは隕石として、しょっちゅう地球に落ちてきているわけですけれども。小さな隕石とは一体どんなものだろう。ここでファーイーストリサーチ社の調査員が入手したこの恐るべき映像を見ていただく。1992年10月、それはアメリカのフットボール場で試合を撮っていたホームビデオの何気ない映像であった。しかしこの後観客から大きなどよめきが起こる。その時カメラが捉えたものは、観客の中にはまだ気づいていないものもいる。しかし光り輝く隕石の姿を確かにカメラは追い続けている。また遠く離れた別のスタジアムでも、この隕石の姿は観客のカメラによってはっきり捉えられている。さらにスタジアム以外にもこの隕石は目撃されている。美しい街の夜景を撮影していたこのビデオカメラにも、仲間の声を聞きカメラを振り上げた瞬間、ビルの上空をものすごい速さで落ちていくその姿がここでも捉えられている。この隕石はウェストバージニア州からニューヨーク州という広範囲にかけて飛来した。最初に目撃された時点での速度は推定で秒速15キロ。果たしてこの恐ろしい隕石はどこに落ちたのだろうか。それはニューヨーク州の路上に駐車してある車を直撃していたのであった。トランクを破壊した隕石の大きさはわずか28センチだった。地球に、場合によっては被害を及ぼしかねないような小惑星をですね、調べていくということが協会の大きな目標であるわけです。危険な小惑星といってもこの程度だろ。少し大げさすぎないか。はい、私もそう思ったんですが、調査を進めていくうちに日本だけではなくアメリカ政府も小惑星の探索に乗り出してたんです。アメリカ政府も。ええ、続けてくれ。はい。ロス支社のエージェントが向かったのは今年1月惑星探査を目的に設立されたミート。その活動の拠点はあの NASA の施設内であった。アメリカ政府も本気で動き出していたのだ。ミートはハワイ・マウイ島の空軍施設内に天体望遠鏡電子カメラを設置し宇宙を観測している。このカメラは従来の100倍の感度を持つので、今まで不可能だった小さなものまで正確に把握できるのだ。その観測されたデータをカリフォルニア州パサディナの施設で分析し、危険な小惑星を探査追跡しているのだ。なぜ今年になって世界中に小惑星の探査機関が続々と新設されたのだろうか。世界の研究機関の新設、また協調が増えているのは2年前のあの事件がきっかけなんです。あの事件とはシューメーカーレビー第9彗星。この彗星は直径 2.5 キロから3キロの小惑星が21個からなる彗星群であった。わずか2年前の7月、シューメーカーレビー彗星が木星に衝突。この事件は世界の天文学者たちに大きな衝撃を与えた。それは史上最大の天文ショーというだけでなく、地球に身近な存在である木星に彗星が衝突するという事件であった。21個の彗星が木星に衝突した瞬間は様々な観測所で注目されていた。ハワイのケック天文台では驚くべきことに7番目の衝突によって起きた1600キロの火柱を捉えていた。さらにハッブル宇宙望遠鏡は高さ2000キロにも立ち上がったキノコ雲を捉えていたのである。この衝突によって木星にできた衝撃の波紋の大きさは地球とほぼ同じ大きさ。仮に地球に衝突していたら
地球は木っ端みじんに吹き飛んでいただろう。このような危険は果たして地球に迫っているのであろうか。今年になってすでに私たちは地球に危険な可能性のある小惑星を新たに12個発見しています。彼女が言うにはニートが観測を始めてたった1年の間で地球にとって危険な小惑星が12個も発見されていたというのだ。だとしたら宇宙には我々がまだ発見していない地球にとって危険な小惑星がまだまだ存在するかもしれない。実は我々が知らないところで最近こんなニアミスがあったのだ。今年の5月19日 1996JA1 と名付けられた直径 500m の小惑星が時速5万8000キロという猛スピードで地球に接近。その距離はおよそ45万キロ。もし軌道が少しでも変われば地球に衝突することも十分に考えられる。これを身近なものに縮小してみよう。地球をバスケットボールと考えると月はテニスボールの大きさになる。この時地球と月の距離は7メートルとなり、そのわずか1メートル先を通過したのが 1996JA1 だ。しかし専門家たちは最接近の5日前までその存在を察知することができなかったのだ。なぜか。その理由はニートの観測システムに問題があるのです。かなり遠距離まで撮影が可能ですが、わずか1度という範囲しか撮影することができないのです。ニートの最新設備でも宇宙全体360度はカバーできないのだ。危険な小惑星の早期発見には各研究機関の国際協力が必要なのです。もし小惑星が地球に衝突したら一体どうなるのかね。すでに衝突してるんです。何？地球に隕石が衝突するとどんなことになるのだろうか。地球に点在するクレーター、かつて隕石が衝突した痕跡といわれ、クレーターを見るとその衝撃がいかに大きいかが分かるのである。アメリカ・アリゾナ州にあるメテオクレーター、直径 1.2 キロ、深さ170メートルのこの巨大なクレーターは5万年前、直径わずか50メートルの隕石が衝突して作られたものと考えられている。このように隕石の衝突はその隕石の直径の20倍から30倍もの巨大な穴を作り出すパワーを秘めているのだ。現在地球上には大きなものだけで100個以上のクレーターが確認されている。その中でも世界最大のクレーターはメキシコ・ユカタン半島にある。6500万年前にできたこのクレーターは直径がなんと200キロから300キロとも考えられているが、現在では樹木に覆われその姿を見ることはできない。この平和な土地を襲った隕石衝突の被害は果たしてどれほどだったのだろう。1980年ノーベル物理学賞受賞者であるアメリカのルイス・アルバレスとその息子ウォルターは、恐竜絶滅の原因は巨大隕石の衝突によるものと発表した。かつて地球を支配してきた恐竜たちは6500万年前突如その姿を消した。その原因については氷河期説、ウイルス説、隕石衝突説など様々考えられていたが、1990年代に入りユカタン半島に世界最大のクレーターが確認されて以来、恐竜絶滅の原因は隕石衝突説が有力視されるようになった。では恐竜が絶滅した状況を我々がシミュレーションしてみよう。巨大な隕石が地球に近づいてきた。そして衝突した瞬間、その衝撃は莫大なエネルギーを放ち大地を吹き飛ばした。この時大量に発生した粉塵は成層圏に達し地球全体を覆い尽くして、太陽光は遮られ急激に気温は低下、氷点下の世界になった。この環境の激変に耐えられず恐竜は絶滅してしまったと考えられる。そして今年7月、この巨大クレーターを調べている集団がいた。東大理学部の松井助教授をはじめとする調査チームである。調査隊がクレーターの地中の温度を調べた結果、周辺部に比べ中心部では深くなるほど温度が高くなっていた。松井助教授によれば、これは隕石の衝突で厚さおよそ30キロもの地殻が吹き飛ばされ、地下の熱いマントルが地表近くまで上昇してきたためと考えられる。1億8000万年もの間地球を支配してきた恐竜を一瞬にして絶滅させたと考えられる巨大隕石の地球衝突、もしも現代の日本に衝突したらどうなるのであろうか。我々ファーイーストリサーチ社でシミュレーションを試みた。
これから衝突しようとしている隕石の直径はおよそ10キロ。これはあのイカタン半島に落ち世界最大のクレーターを作った隕石と同じ規模で富士山のおよそ3倍もの大きさになる。この隕石が東京の中心部に落ちればクレーターの直径は200キロにも及ぶので水戸市、前橋市、富士島でもがすっぽりと入ってしまうのである。当然この範囲は地殻が吹き飛ばされ巨大な穴が開き地中からマントルが噴き出し全ての都市は跡形もなく吹き飛んでしまうのだ。太陽光を遮られた地上で氷点下の氷の世界となってしまい突然の環境の変化に対応できず地上の生物のおよそ 65% は死滅。その後大量に発生した二酸化炭素などが地球に温室効果を引き起こし衝突の冬から突如高温にさらされる。それによって残った生物のほとんどが死滅してしまうことになるのだ。現在地球にとって危険のある物体はおよそ6000個、最大のものは433エロス、直径23キロ。もしもこのような小惑星が地球に向かって飛んできたらその防衛策はあるのだろうか。我々はアメリカで NASA や空軍関係者が中心になり研究をしている防衛策についてのレポートを入手した。まずその一つは太陽熱収集器を使い小惑星の一部分を加熱することにより蒸気を発生させその力によってその小惑星の軌道を変える計画。二つ目は網の目に弾丸を満載した四角い巨大ロケットを打ち上げ超高速で小惑星にぶつけ粉々にしてしまおうという計画。そして三つ目は核弾頭を小惑星の中心部に向けて打ち上げその中に入り込んだ時に爆発させ小惑星を砕いてしまおうという計画。しかし現実には様々な障害がありまだ防衛策は確立されていない。現在の研究によると恐竜を絶滅させたと考えられるような直径10キロ以上の小惑星は数万年内地球と衝突する軌道にはないという。しかし何かのきっかけで小惑星の軌道が変わって突如地球に向かってくることも十分に考えられるのだ。とにかく恐ろしいのは地球衝突数日前まで発見できない隕石が存在するということです。ということは今現在も衝突する危険性は十分にあるということか。はい、松下さん、はい、衝突の確率を出してください。わかりました。NASA の計算によりますと直径2キロ以上の小惑星が100年以内に地球に衝突する確率は1万分の1 0.01% です。高木君、あまり人騒がせな調査報告は困るよ。1万分の1なんて確率から言ってほとんどぶつからないと考えていいんじゃないのか。いや、チーフ、ちなみにこんなデータも出てます。ん？250万分の10.00004% です。なんだこれは。ジャンボ宝くじの一等賞が当たる確率です。やるよ。当たる気がしない。ありがとうございます。